かで30代とかもしそうだね。そうでもないし。中学生かちょっと。金払う付き合い長いですね。5年ぐらい。長いね。そうだね。あ、一番最初は？一番最初は5年ぐらい。ライオンズビルか。3年ぐらいじゃないですか。そうなんですよ。今2年とか。そっか。ぜひ、ごめんね。もう行かない、まだ。すぐ明日にね。ガチで教えるし。サンルームで。サンルームで。めちゃくちゃ暑い。もう死ぬって言うやつね。最終的には機材室で教えて。機材室で。機材室。今から部屋がないって。昔はヘッドセット問題が。機能性マイクない問題が。そう。あれが大革命だった。確かに。それも時代区切りで。マイク前、マイク後。そう。4人なかったから、めちゃくちゃカットするみたいな。ニーズはあんまなかったけど、コロナもあってやっぱり。時代変わってるんですか？めちゃめちゃ多いかかったんですね。技術革命もこの Zoom に始まり、あって、スカイプしかなかった。Zoom が出始めて、中国とか、その、スカイプ使えないところからとりあえずね、そこから始まったし、で、ヘッドセット問題も、なんかいろんな会社が、オーダーとか、販売しだして。それまで特殊な仕事の人のものだったんですか？そうそう、テレオペ専門のなんか、市販してませんみたいな。それは多分、50個買ってて。めちゃくちゃ大丈夫ってなってそこでこう働きやすくなって本当に感謝するべきことばっかだね。なんか昔の時は、ね、個室を探せっつってダンボッチがあったのこいってダンボッチを買おうダンボッチ買おうかな。鳩が入ったとかして。知らない。夏の体育館みたいにもう暑くなりすぎるから窓開けて呼吸するんだよこれ。しばらく窓開けたらなんか鳩が入ってきちゃって。鳩が入っちゃいました。どうすればいいですかみたいな感じで。怖いよね。4階から大学生を転げ落ちて壁を突き破られた時期も一切知らない。すごいね。4階が、まあ、レンタルルームで、とある日なんか狭いのに、ね、30時間ぐらいめちゃ騒ぎしてめちゃくちゃ飲み会してたらなんか下の人が無事家で上がってきて、でそしたらもうすいませんとか言いながらベロベロになったら笑い20人ぐらいの前からビワーってびっしょびしょになって、何してたのっていうびっしょびしょになったやつが階段からバッ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 こういう落ちてうちの前のあの僕が突き破るっていうめちゃくちゃ穴が開いて、穴が開いた事実があったのは知ってるの？そのポスターなんか会う時からポスターがあって離れると穴があるって感じて入ります。けどね、本当の事件が1月1日とかだとか、1月2日かなんかで出勤したら、水のカーテンができてタピオカ屋の前さーっと決まって、何のアトラクションだろう。めっちゃ晴れてるのに傘買ってきて、傘差して入って、すごい結構命の危険系じゃん。火の中を見たい。やばそう。断水になっててとか大変すぎる。大変そう。こんな綺麗な庭のあるところに、そう思うとすごいですね。会社になるんですよ。なってきたね。いや、もう一歩も。いや、本当だね。2個目の日中長かったけど、コロナのせいで、俺そんなね、確かにコロナのせいで行ってない時期が、本当に行ってないと思うんですよね。あんまなんか記憶がちょっとこう、こっちの方がなんか長い感じよね。すぐにオフィスとなんかオフィスで区切れちゃう。確かに組織って意味でも。2020から大創業期で、そうね、2020の4年か。やっぱりこう、なんか有吉君、武田さん、増島君は、塩目です。もう、そこだね。本当にそこに近かった。ね。うん。奇跡の年だと思う。本当だね。奇跡の年